こんにちは、モンデオと言います。よろしくお願いします。最後にですね、新潟県のいろいろな食を巡る歌を歌います。越後道中味探訪。今時期の
稲穂が実る。ここは米どころ越後沼。八海山に豊作を望んで人々は祈りを捧ぐ。山中の宿でいただいた新米の甘みにした鼓を打つ。お米お米お米を食べる。お米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 を食べる。お米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 といえばコシヒカリ。お米といえばコシヒカリ。お米といえばコシヒカリ。お米といえばコシヒカリ。ここは漁師町越後寺泊まり。日本海の夜明けとともに漁港では掛け声が飛び交う。鮮魚店の店先でいただいた浜焼きの匂いに思わず。潮の里ささがは流れで遠くに見えるは青島。瀬波のお宿でいただいたステーキの焼ける